から、そういう設定に、まあ設定というか、ストラボさんが自白した設定にしてるけど、まあストラボさんは、サイコパスだと言わない方が、サイコパスの恐ろしさを世間に伝えることができるってなるほど。おかしくなった。裏いや、切りですよね、これ。ストラボさんが、その自分でそのサイコパスっていうことによって、まあ、ストラボさんは優しいサイコパスなんだなって世間に伝わる。ますか、優しいあ、サイトで、ストラボさんがサイコパスって自分で言わなかった場合、世間は、あ、ストラボさんはあれガチでサイコパスだぞっていう、みんなが伝わるわけですよ。つまり、どっちに転げても、もうストラボさんもサイコパス、まあ、強弱の差ですけど、シリアル的なやつでない方のね。でも、ストラボさんのアイコン見ても、これ、シリアルキラーですもんね、もう。この顔、で、これ、周り血ですよ、これ。そうっす。いやいや、赤で間違いない。血を浮かべる方がおかしいでしょ。赤っていっぱいあるじゃないですか。いろんないいものがね、トマトとか。いや、赤と黄色の組み合わせはもう、厳重注意ですよ、もう赤と黄色の組み合わせは。いや、だって、これ以上ない目注意に喚黒起。使ってるんですから、警告色ですよ、これ。こじつけでしょ、それ。なんか。点が3つあった顔に見えるみたいな、そんなレベルですよ、これ。これ、口に見えるのは、実はこれ、血しぶきですから、これ。目の下にこれ、血しぶきがこう、ピッて。返り血ですね。本当はこれ、そうなんですよ。目だけなんですけど、ちょっとあまりにも、殺生をしすぎたというか、こう、血しぶき返り血を浴びたわけです返りね。血を。返り血が。そうそうこんそう。な言いがかりは初めてですね。ちょっと、いいですね。笑ってる人の絵じゃないですか、これ。どう見ても。笑ってる人の。サイコパス要素なんてかけらもないじゃないですか。笑顔の人見てサイコパスとか思わないでしょ。いや、だって、昨日も言うたやん、ジョーカーだって笑ってるメイクしてるわけやから。そんななんかね、そんななんか、バットマンとか出されてもね、困りますよ、それは。バットマンじゃないわけですから。そう、口紅を引こうと思った瞬間が、たぶん、ジョーストラボさんに。そっか、こう、ね、こう、にちゃーってしたかったのかな。工事いるんですけど、気のせいか。あとは工事っすああ、か。気のせいじゃないですか。気のせいああ。